どうも、品秀俊二です。はい、今日も始めます。日差し体重乗せて、一気に床をして、右手を斜め上に。さあ、左足で床を押すエネルギーを余すことなく、右手につなげて、でも左足を引っ張って、さあ、これが、ワン。で、次、指先から、曲げてきて、左足の方に伸ばしていきます。さあ、なので、最初から体重乗せようとせずに、右手が突き刺すから、後から体重が乗る。そしてさらに、こう右手を左側に押し込むことによって、肩まで押し込むことによって、左の肩が後ろに押されて、そこから左手を回していきましょう。さあ、なので、ワン、ツー、エン。で、同時に右足を左足の後ろに。そして、右手で上に重なっている左手を上に押し上げます。そして手が押し上げられるから背中も持ち上がってきて、そこから、両肘緩めながら、両手開いていきます。そして、顔と胸の天井に、ここまで行ってみましょうか。A, one, two, and three, four. そしたら、そこから腰が体重を前。さあ、これ、前のコンビネーションもあったと思うんですけど、こう、腰がすっぽ抜けない。腰を立てた状態で、前に移動する。そしてできる限り、遠くに。この自分の歩幅よりも、一歩先に行くように。からの、で、プリン。これも、できる限り低くなる。低く、どれだけ低くなるかの勝負だと思って。この時、意識的に肘とか胸の力を抜くことになって、膝の力も緩まると思って。そしたら、両手は、後ろに捨てます。後ろに捨てたところから、1、2、ほっ。左側に真横に放り投げましょう。同時に左足を前から後ろに。3、抜きます。両手は、はるか向こうに飛ばしながらも、左足を巧妙に下がっていく。ほっ。そうしたらそこから、今度は右手だけをまず下げましょう。左手は残しておきます。そうすることによって、右手と左手が上下に引っ張り合うことができます。なので、最後手が伸びて、すごく気持ちいいです。そこから、この右手が動いてきて、それに引っ張られるように左手がついてきて、そして最後、左足は残しておいて、両手に引っ張られるように左足に出てこられて、寄せてきて。そう。ここまで行こうかな。せーの。ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。さあさあ。で、そして、右足に乗ったら、乗ったら、緩めて、左。ここで一気に、ドスッと落とさずに、こっちは引き上げながら、プリンして、左に振ります。でかく水平に。これが、上に、飛んでいかないように。そして、しっかり、左手で床を押しましょう。さあ、押せないと、こう、つまめちゃったり、この足がここでこわばっちゃったりするんで、ここの軸があるからこそここが肘が緩む。そして、水平に回って、左足の裏床です。そこから、さらに、
右手と、左手と右足を前に出して、この出した右足に乗り込んじゃいましょう。乗り込みながら、胸を天井に開きます。そして、戻ってきながら、右膝を左足に引っ掛けます。もう膝、緩んでる状態で、引っ掛けて。で、引っ掛けたらすぐまた飛ばしましょう。この水平に上がらないように。水平に円を描くように。そう。そしたら、あとはもう、こう、この、放り投げた、この円運動に、身を任せるだけ。立とうと思わず、両足のがついたら自然と立っていきます。ああ。こんだけです。最初から行きましょう。8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 短いし、短いからこそ、一つ一つね、振り絵をより深く、意識的に、いろんな細部まで体を動かしきましょう。そういうところにこだわってみましょう。そして、さらにね、右だけやっとくと肩がなんで、左手もやります。最初右に体重を乗せて、左、指先から、左手で今度は右手を押し合って。と、この右足パッセン。下ろして、左手を先に下ろして、右手が後から。そして右足がついてきて、緩んで右に突き上げて、振って、今度は右足を立って、左足をずい。左足の体重を乗せて、戻して、こう見ないで。連続して、左右。やれることが理想的です。やっちゃいましょうかな。せーの。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 反対。2 3 4 5 6 7 8 1 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 2 3 4 5 6 7 8 1